ワットとは、アムハラ語で、惣菜を意味し、肉、野菜、豆類を煮込んだ料理で、代表的な主食であるインジェラと共に食される。ティグリニア語では、ゼビーという。唐辛子の粉末に、香辛料やハーブを混合したベルベレと呼ばれる、調味料を加えて煮込んだ辛口の軽ワットと、ベルベレを使わないため辛くないアリチャワットの2種類に分けられるが、普通ワットというと前者を指す。 はじめに玉ねぎを茶色くなるまで唐入りしてから、煮てる切片という香辛料で香りをつけたスマッシュバターで炒め、次に主体となる食材を煮込むのが特徴である。特に好まれているワットは、ベルベレを使って、ラム肉を赤唐辛子ベースの辛口に仕上げたスープでしっかりと柔らかくなるまで煮込んだ料理エベグワットである。酸味と辛さは半々であるが、あっさりしたものから、 コクのある味まで幅広く親しまれる。他に鶏肉の泥ワット、牛肉のカイワットなどがある。伝統的な給仕の仕方は、藁で編んだメソーブというテーブル型の禅の上にインジェラを敷き、その上にワットを盛り付ける。ジルジルティブスと呼ばれるローズマリーなどのハーブで少々味付けがされた薄味の肉野菜炒めなどがつく。インジェラを少しちぎって、 ワットや他のおかずを少量ずつ包んで食べる。ありがとうございます。